はい、会見にご出席いただきましてありがとうございます。今日は5件用意しておりますので、早速1件目からご説明をいたします。資料ですね、梅雨時期の洪水や土砂災害に対する備えについてという資料をご覧いただきたいと思います。もう間もなく梅雨ということでですね、昨年は5月29日が梅雨入り、平年は6月4日だそうであります。この年この時期ですね、毎年豪雨災害が発生してまして、大分でも昨年は大雨で日田市、中津市、由布市で、氾濫とか土砂災害が起こりまして、直接2名のですね、方の命が奪われております。その後も復旧工事の時に鉄砲水でまた2名ですね、お亡くなりになりました。まずですね、人命を守るということは何より大事でありますし、また被害を最小限に食い止めるということで、事前の備えが大変重要であります。そのようなことでですね、全国的にも5月が水防月間、6月が土砂災害防止月間ということになっておりまして、この期間に県でも事前点検、そして演習等を集中的に実施をしていきます。まず一つ目がですね、1に書いておりますけれども、土砂災害警戒区域等の出水期前点検ということでありまして、特にですね、土砂災害、警戒区域、これが特にですね、それからもう一つ、山地災害危険地区というのがありますけれども、この中にですね、例えば病院とか老人ホームなど、要配慮者が利用する施設とか、あるいは避難所などがあります。合計で281の、そういう地点につきまして点検を行いまして、備えに役立てていただくということであります。崩壊の発生とか湧き水といったですね、危険要因の有無があるかどうかを確認をしまして、市町村を通じて住民の皆さんにお知らせをするということを行います。2つ目がですね、河川堤防等の出水期前点検ということでありまして、いずれも5月末までに行う予定にしておりますけれども、県が管理をいたします585の河川、それから2869km ありますけど、そのうちに、堤防のある河川が153、377km ありますので、そこで、点検を行いまして、補修等が必要となる措置は今月末までに補修を行うということを予定をしております。それからですね、5月の24日にですね、県庁の中で、市町村長さんなんかも参加をいただきまして、防災危機管理研修というのを行います。名古屋大学の福和名誉教授に、来ていただきましてですね、能登半島地震に学び備えるという題でお話をいただく予定にしております。それからですね、あと6月3日、ここからあとは資料が、ないですかね、県民防災アクションデーというのが6月3日ありまして、そこでですね、県内市町村でサイレンの水鳴訓練を行います。でサイレンが聞こえるかどうかというのも大変重要でありますので、確認をいただきたいと思いますし、このような取り組みを通じましてですね、まずは人的被害ですね、お亡くなりになる方がゼロになるということを今年のですね、出水期、ぜひ取り組んでいきたいと思いますし、また市町村等に置かれましても、地域におかれましても取り組んでいただきたいというふうに思います。日常防災をですね、日常化するということが大変重要、県民の皆さんが自助の意識をですね、持っていただくということが大事でありまして、そういう意味でですね、この、時期を迎えましてですね、ちょっとパネルを用意しましたけれども、県民の皆様に3つの備えというのをお願いしたいと思います。一つ目がですね、備蓄であります。しっかり備蓄してほしいということでありまして、例えば能登地震の時なんかもですね、ライフラインが止まることによりましてですね、水でありますとか食料でありますとか、そういうものについて、大変課題が発生をしました。やはり食料、水、生活用品などあらかじめ用意をしていただくということが大変重要であります。とりあえず3日分を用意しておいていただいたら、その後ですね、いろんな形で救援が来るということかと思いますけれども、これが1点目です。2つ目がですね、早めの避難ということであります。去年もですね、もう一歩早く避難していただいていたら、
助かったかもしれないという事例がありました。まあ、そういうことでですね、まずは河川とか土砂災害の危険箇所の事前確認でありますとか、濁った湧き水がですね、今まで出てないような水が出てるとか、ひび割れがあるとかですね、これ前兆現象といいますけど、まあ、そういうところにも気を配っていただいて、まあ、そういうものが出たときには、まあ、市町村とか県とかですね、消防団とかそういうところにお知らせいただけるとありがたいと思います。合わせて気象情報、避難路、それから避難場所などの防災情報をですね、もう一度確認をいただく、県の防災アプリ、これ、パンフレ、チラシをお配りしておりますけれども、こういうアプリの中に、情報が提供されておりますので、これを使っていただく、あるいは県、市町村、気象台のホームページなどを見ていただくということも大事であります。またハザードマップを確認いただいて、自分の家が どの程度浸水するのかと、どこにいつ避難するのかと、どの道を行くと安全なのか等の確認ですね、これをお願いしたいと思います。3つ目はみんなに声かけということでありまして、これはやはり地域で、まあ、共助に当たる部分もありますけれども、まず家族などでですね、お互いにいざというときにどこに避難するかということの情報を共有をしていただくということ、そしてご近所でですね、声を掛け合ってですね、特に避難困難者の方もいらっしゃいます。これ例えば自治会長さんとか民生委員さんとかにもそういう場合の支援をお願いをしておりますけど、自分のですね、安全を確保した上でですね、そのような支え合いをお願いしたいと、まあ、これでこう頭文字取って BHK と書いてますけど、備蓄避難、そして声かけということをですね、この取水器をお前にしまして、ぜひご確認いただいて取り組んでいただければと思います。はい、これが1点目であります。次はですね、2点目でありますけれども、資料がですね、配布資料の2の6月2日から運転免許センターでキャッシュレス決済を開始しますという資料であります。キャッシュレス、令和4年にですね、県のキャッシュレス実施計画を策定しまして、公金収納等、取り組んでおります。6年度までにこうやれることすべてやっていこうということで取り組んでおりますけれども、この6月からですね、運転免許センターで、必要な支払いにつきまして、キャッシュレスを本格的に実施をいたします。まあ、そこに書いておりますような免許証の更新手数料とかですね、更新手数料とか、まあ、いろいろ費用がかかりますけれども、今まではキャッシュでお支払いをしておりました、お支払いをいただいておりますが、これをですね、キャッシュレスにするということで、運転免許の更新ですと年間約10万件ぐらいあります。そして講習、それから運転免許試験の手数料などですね、すべての手数料について、クレジットカード、電子マネー、行動決済等で支払いができるように変更になります。このような取り組みを通じましてですね、デジタル社会の実現に進んでいきたいと思います。もちろんキャッシュでお支払いをいただくということも引き続きできますので、できますけれども、まあ、できるだけ積極的なですね、ご利用をお願いしたいというふうに思います。はい、次は3点目がですね、LGBT プライドのプライド月間中のイベントについてという資料をご覧ください。4月1日からですね、大分県におきまして、パートナーシップ宣言制度が始まりました。で、5月15日に1組目のカップルの宣言がありまして、これ職場の上司からですね、勧められて今回の宣言に来たということでありました。お二人からですね、家族から認められて、嬉しかったと、後に続くカップルが出たら嬉しいなどの喜びの声をいただいているところであります。そしてですね、毎年6月が LGBT プライド月間ということでありまして、性的少数者の権利を啓発するイベントが全国各地で開催をされますが、県でもこのイベントということでですね、まずこのですね、一つが、6月の1日の大分トリニータと徳島ボルティスの試合のですね、デズナックドームで、LGBT のシンボルであるレンボーのうちわを配布をしまして、機運の醸成を行います。うちわのですね、デザインのイメージがカラーで示されておりますが、このようなものをお配りをいたします。それから次の資料がですね、カラフルデイズということで、6月9日でありますが、
パートナーシップ宣誓制度開始を記念しまして、性の多様性に関する講演会を行います。弁護士の同性カップル弁護士の南さんの講演、そして県内の支援団体であります、ソジーサポートチームここからのメンバーの皆さんによりますパネルディスカッションを行う予定にしております。それから次のですね、4ページに、LGBT 等に関する相談窓口を今まで月1回ということで相談日を設定しておりましたけれども、今年度から週2回、時間も2時間から3時間ということで、3時間に拡充をしております。若年層の方が気軽に相談できるように SNS での相談機能を追加する準備を今進めているところであります。6月中には SNS での相談にも対応できる予定でありますので、気軽に安心してご相談をいただければというふうに思います。はい、これが3点目であります。次がですね、配布資料4のドットと書いてあるですね、10万人突破と書いてある資料をご覧いただけますでしょうか。特に大分から福岡に進学する方多いんですけども、このですね、進学した学生さんの県内企業への就職を促進するために、令和2年の6月に福岡市大名に、UIJ ターンの拠点施設、ドットが、できましたけれども、開設しましたが、総来所者数が5月の10日に、でですね、10万人を突破をいたしました。多くの方々にご利用いただいております。この施設はですね、若者に気軽に利用してもらえるように交流スペースでありますとか、カフェスペース、そして、就職に関する個別相談、キャリアイベントなどを通じて、若者とそれから県内の企業とのマッチング機会を作っている、そういう機関であります。個人会員がですね、令和6年4月末で、5180人、そして法人会員が193社ということで、年々ですね、参加者も増えてきておりまして、福岡県内の大学短大に進学した本県出身者のうち、ですね、卒業後の県内就職者数がドット開設以来、ずっと増加しておりまして、昨年は300人を突破して累計で823名になったということであります。データがどうか書いてあったかな、書いてないです。ということでありまして、利用者からですね、親身に寄り添っていただいて、相談に乗ってもらって、よかったと。それからドットに来て大分のイメージが変わってですね、大分県の企業に就職をしたいと、選択肢にしたいと思ったなどの感想をいただいております。今後もですね、こういう自分のキャリアを考えたり、さまざまな人とつながるきっかけとなりますドットの活用をですね、ぜひしていただきまして、そしては願わくば県内企業への UIJ ターン就職を、ぜひ考えていただきたいなと。私どもしっかりこれをですね、促進をしていきたいなというふうに思っております。はい、あと資料が何枚かドットのですね、概要の資料がついておりますので、ご覧になっていただければと思います。そして最後がですね、第1回の次世代バンブーアート賞、これは大分県がやったものではありませんけれども、先日別府市でですね、竹細工センターで表彰式がありましたので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。別府市のですね、別府の竹細工、これは国から指定を受けました大分県唯一の伝統的工芸品でありますけれども、近年ですね、この竹工芸が海外においてアート作品として高く評価をされております。竹工芸の未来に向けてですね、才能ある若手の竹工芸家を育成しようということで、アメリカの竹工芸専門家でありますロバート・コフランドさん、それからマーゴ・トーマさんというお二人がですね、次世代バンブーアート賞というのをこの度創設をしていただきまして、第1回の表彰式がこの別府市において行われました。ファイナリストが7名いまして、最高賞のですね、コフランド最優秀賞に竹田市の中富はじめさん、そして、トラディション優秀賞が近藤さん、
スカルプチャー優秀賞が山梨の渡辺さんということでありますが、まあ、お二人大分の方が選ばれております。本県ではですね、全国で唯一竹工芸を学ぶことができる公立の職業能力開発校であります大分県立の竹工芸訓練センターを別府市をはじめ別府市に設置しておりますけれども、中富さんはじめファイナリストの7名のうち6名がこのセンターの卒業生ということであります。こうした中でですね、このバンブーアート賞の表彰式が大分で行われました。まあ、大変ありがたい。見ていただきますと分かります通り、最優秀賞のですね、賞金が400万円ということで、まあ、非常に大きなですね、額の賞金になって、それから後のトラディション優秀賞とスカルプチャー優秀賞も80万円。私もこの表彰式参加させていただいてですね、作品見せていただいたんですけども、アートとして本当に素晴らしい。特に欧米の皆さんから評価をですね、受けられるような、まあ、そういう作品、こういうなんていうんでしょうかね、抽象的なちょっとこうアートのものもあれば、それから渡辺さんのものなんか花器といいますかですね、花瓶ですね、花瓶とかそういう実用的なものもありましたけど、まあ、大変素晴らしいものが出品をされております。審査員もですね、ニューヨークのメトロポリタンミュージアムのモニカさんという学芸員と、京都国立博物館のマリサ・リンネさんというですね、主任専門職の方と、サンフランシスコはエージェンアートミュージアムってありますけど、そこの森島さんという方、いずれもですね、そういう世界的に美術の世界で活躍されている方が審査員になって審査をしていただいております。まあ、こういうですね、機会を捉えて最近非常に人気が、竹工芸の人気が海外で出ておりますけど、さらにですね、竹工芸 の, 本拠というのはやはり大分であります。別府以外にもいろんなところでですね、竹工芸作られておりますけど、まあ、これがさらに世界に広まっていくとですね、ありがたいなというふうに考えております。はい、私の方から以上でございます。